ザ・ガードマンも出ちゃったし、うん、全員集合も出ちゃったし、弁慶士も出ちゃったでしょ、うん、あと TBS でね、1位いったら可能性あるのはね、うん、歌う天気予報ぐらいじゃないボケ感がしてもしょうがないしょうがない、子供に受け狙っちゃいかんですね、もう忙しいですから、徳さん何だと思います？なんだろうな、秋山さんのかな、そんなことはないか、あれはだってあれだもんね、僕ね、30数パーセントだったら、ね、思うんですけどね、ドラマじゃないかなと思うんですよ、ドラマ、ドラマの TBS ってのあるじゃないですか、だから分かった、あれだよ、チータなんか出したやつ、おはようじゃなくて、なんだっけ、分かんないな、なんだっけ、ありがとう、ありがとうか、かな、いや、分かんない、分かんない、ちょっと言ってみましょうかな、ドラマのような気がします、さあ、いよいよ、TBS40 年の歴史の中で、最も高い視聴率を誇った番組とは、何でしょうか、第1位。40年の総決算、さあここ全てに集約される、 56.3% は果たして何か、あー徳さん大当たり、当たった、やった徳さん大当たりです、やったねトライのやったっていうのもいいですね、自然に出ちゃいますもんね何ももらえないんですけど、あれ、34万円の VTR ぐらいもらえないかね、社員割引で2割引きだぞ、徳光さん、古舘さん、はい、これちなみに 56.3% という数字なんですけどね、すごいなこれ、日本の全人口からこれパーセンテージを出しますと、なんと大体当時およそ5000万人の人が見てたという計算になりますね、うわー、じゃあ例えば鈴木さん、このありがとうの裏やってた日テレとかフジテレビとかテレ朝の視聴率なんかボロボロだったんでしょうね、それは分かりません、はい、ありがとうございました一周されてしまいましたけど、絶対ね、担当者、裏番組の担当者は左遷されてますよ、そうだフジテレビだったら彫刻の森とか、これ木曜日でしたか鈴木さん、これはですね、ええ、曜日の方は、出しましたのが、ですね、このデータですとちょっと出てないんですが、ちょっと鈴木さんオロオロしてますね、ちょっと出てない、出てないです、申し訳ありません、曜日の方はちょっと出てないんですぐ調べますので、はい、わかりました、じゃあちょっとその VTR を、はい、ありがとうの VTR よろしくございますか、はい、お願いいたします、どうぞ、お嫁さんだからね、あー、びったし当たりました、どこだ、行きます、あ、今からの最終の新幹線に間に合った、あ、これ降り、僕はどうなるの、僕の明日からのテスト、これ降りてどうですか、トラネさんみたいに、この後何でしたっけ、だから元気でパパとママに行ってらっしゃいって、お姉さん一緒に勉強してくれる、冗談じゃないよ、どうしてあいつの俺のベッドに寝てるんだよ、自分の甥っ子のためですよ、一晩ぐらい占領されたからって、はあ、そんなだらしのない方、バカ、テレビの歴史の中でもすごいだもんね、56.3%、これはちょっとないでしょうね、うん、紅白を除いたらないでしょうね、うん、洗った、しっかりはやるよ、なんか北野さん、いやー懐かしいな、一連のホームドラマがね、そうですよね、先ほどのちょっとデータをね、はい、見ましたで、はい、詳しくさすが TBS ですね、調べてまいりました、自画自賛しています、木曜のですね午後8時から9時、ああ、ね、これが定番でした、うん、第1作からですね第4作まで全て、木曜午後8時から9時でした、ああ、そうですか、でも、一言言ってて、こんばんは、鏡龍太郎です、米崎美雪です、ただいま2人はオフです、忘れないからいつもときめきのカリーナニューマイロード、